ぱりねめっちゃ硬いんで、こう気をつけてくださいね。あの手ズバッといかんようにしてください。で入れる量なんですけど、入れる量は、まあ、極力いっぱい入れてもらった方がいいです。できるだけいっぱいカリンを入れてくださいっていうふうに言ったのは、カリンの量が少ないと間が隙間がいっぱい空くんで、蜂蜜をその分余計に入れないといけなくなってしまうんで。どうもこんにちは。こんにちは。ここです。スーパーフルーツティーチャーの直です。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ今回、はい、まあ、このカリンですよね、はい、以前に、まあ、カリンのことについて、うん、まあ、直先生話してもらったんですけれども、はい、このカリンそのまま生では食べることができないというところで、はい、今回カリンを蜂蜜漬けにしようというところで、その作り方を教えてもらおうと思っております。はい、ありました、うん、はい、早速いきましょうか。いきましょうか。はい、はい、切り方なんですけども、切り方は使う容器によって変えてもらったらいいかなと思うんで、まず一番代表的な切り方でいきます。でカリンはね、種も使ってほしいんで輪切りにするのがおすすめです。でまずこのヘタのところ、お尻のところは使わないんで、ここはもう落としてもらったらいいかなと思います。でカリンねめっちゃ硬いんで、こう気をつけてくださいね。手ズバッといかんようにしてください。はい、めっちゃ硬いです。なので包丁もペティナイフとかじゃなくて、もうしっかりした牛刀を使ってもらった方がいいです。はい、いきます。はい、でこの種も使います。はい、でこれをねこう縦に切っちゃうと種がポロポロ出ちゃうんで、もうこういう感じで切ってもらった方がより使いやすいかなと思います。こんな感じで輪切りにしていきます。で、皮も使うんで皮も剥かなくていいです。でその代わりしっかり水洗いをして水気を切ってください。まずこれで輪切りができたので、このまま入るような口の大きな瓶を持っている方はこのまま入れてもらったらいいかなと思いますし、今回使うのはちょっと小さい容器なので、これをさらにこう、はい、こういう感じで切って使っていきます。はい、で切っていくとこう種がポロポロと落ちていきますけども、この種も入れるんで捨てずに置いてください。今回ちょっとね口のちっちゃな容器を用意してるんで、それに合わせたサイズに切ってます。で、容器の方も長期保存するので、必ず中は熱湯で殺菌するかアルコールで殺菌するかして、しっかり清潔な状態にしてください。でここにこれを入れていきます。はい、今回はこんだけにしておきましょうか。はい、で種も残さず全部入れてもらいます。はい、こんだけ入りました。でこれに対して次はこちらですね、蜂蜜を入れます。で蜂蜜はもう普通に売ってるもう一般的な、これもスーパーで買ってきた蜂蜜なんで一般的な蜂蜜で大丈夫です。でこれをこのカリンがしっかり浸かるまで入れてもらいます。なのでさっきできるだけいっぱいカリンを入れてくださいっていうふうに言ったのは、カリンの量が少ないと間が隙間がいっぱい空くんで、蜂蜜をその分余計に入れないといけなくなってしまうんで、できるだけカリンはしっかりいっぱい入れてもらった方がいいです。よいしょ。でちょっとたまに揺らしてもらって、下まで蜂蜜を落としてもらって、だんだんちょっと液面が下がってくるんで、それを待ってまた上から注ぐと。多分しばらくしたらまた下がってくると思うんで。はい、作ってもらいました。はい、まあ簡単ですよね。めちゃ簡単ですね。切って、はい、容器を殺菌して、はい、ね、あと蜂蜜入れるだけなんですけども、はい、まあ、注意点としてはカリンがすごい硬そうだったんで、本当に危ない、
あの包丁の扱いには気をつけていただきたいなっていうところと、はい、まあ、カリンを全て蜂蜜につけるっていうところが一個ポイントですよね。そうですね、はい、使ってくるとカリンからも水分が出てくるんで、もうちょっと液面が上がるんですよ、はい、でそこまではこれちょっと今こうちょっとだけ出てるんやけども、こういう状態にしちゃうとここからカビが生えたりとかするんで、まあ、たまに振ってあげたりとか、もうしっかりこの上まで浸かるように蜂蜜を足してあげたりとかしていただけたらいいかなというところですね、はい。まあ、これで蜂蜜にカリンの栄養がとか香りがどんどん抽出されてくるんで、うん、その抽出された後の蜂蜜を取り入れることでカリンの栄養素を体に入れていこうというのがこの蜂蜜、ね、まあ、どんな味になるか楽しみですね、まあ、これどれぐらい置いとくんですか。ね、だいたい1週間以上は置いた方がいい。なんか1週間もうそんなんでいけんねやって感じだね。もっと置いとった方がいいような気がする。もっと置いた方があの出るよ、ね、出たそうやね、うん、でうちのばあちゃんの家にもあったんよ蜂蜜の。はい、あ、はいはい、ばあちゃん家あったんやけど、うん、ばあちゃんのやつはもう何年ものっていうのがあった、色濃くなっていくやつやろ。あるやん。でもそれでも飲んでよかったかどうか分からへんけど、あの僕は今も健康に生きてますっていうとこですかね、うん、っていうぐらいなんで、まあもうすごい持つんですよ。もともと多分保存食やろうし、なんでまあ1週間以上は確実に置いてくださいねっていうところで、一つ目安があるんはカリンって食べれる状態になったら色変わるんよ。で正確には黒くなるというか赤くなる。うんうんうん、で今これあの果肉が白っぽいやんか、白っぽいですね、白っぽいでしょ、はい、でこれが赤というか黒というか赤黒い感じの色に変わってきます。でそうなったらカリン自体も食べれるようになったっていうゴーサインやし、成分も出ましたよっていうサインなんで、まあ、それを待っていただくというところですね。で、はい、いつまで食べなさいよっていうのはないので、そこからはもうしっかり置いていただいて、あの、まあ、冬が来たらちょっと子供たちに食べ飲ませるとかいう感じで使っていただけたらなっていうところですかね。まあ、今回種入れましたけど、うん、カリンを食べるときは種入れない方がいい。種を食べない方がいいんですよ。あ、種を食べない方がいいってことですね。はい、なんで、はい、これはね別に根あの、まあ、根拠はね、確実にそうっていうわけではないらしいんですけども、成分が体に悪さする可能性があるっていうふうに言われてるらしくて、まあ、それが怖いんで、まあ、取らん方がいいんちゃうかなっていうんやけども、うん、ただまあ入れてるしね、うん、ここに。まあまあそこですね、はい、そうですね。でお砂糖と混ざり合うとあのその喉にいい成分に変換されるらしいから、なので、まあ、そんな心配することはないかなと思うんですけども、まあ、まあ、まあ体には種自体は入れない方がいいかなというところですね。わ、はい、かりました、はい、ではまあこれはまたね、できた時にまた味見したいなと思いますの で、 そ、 です、ね、そちらを楽しみにしていただけたらなと思います。もう一ついい、うん、どうぞ。もう一つ注意点、これね一番初めに言うとかなかったんやけど、うん、カリンって偽物が存在するんよ、うん、あのマルメロっていう果物があって、うん、同じ香りがして全く同じ形してるよ。でただそれは成分すごい弱いんで、間違ってマルメロをこれに使っちゃうと何の効果もないものが出来上がってしまうんで、そこはちょっと注意していただきたい。ちゃんとカリン使ってねってことですね、はい、でマルメロはあの毛が生えてるんで、もう見てもらったらすぐ分かります、はい、なので確実にカリンを選んで作ってくださいねというところですね。はい、分かりました、はい、以上そんなところでいいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。